さあ下水道に戻るか。 で次はあのプラグ、キングのプラグとクイーンのプラグだっけ。であそこのところにある、武器と、まあプラグを回収するとこの流れだな。で道中にあるロッカーも開けちゃおう。何今ガタガタって言わなかった、気のせいか。なんかこんだけやっぱりハーブがあるってことは何なのかね、こう弾を使わずに食らってけってことなのかな。だからそうとしか言えないような気がしてきた。プラグの部屋はここじゃなかったっけか。あ違うわ、あれだ、上はしご登ってグイーンするとこだ。あれぬるぬるって聞こえたけど気のせいか。あこの下にいいんだ。どうしよっかな、このプラグ。俺プラグ持ってたっけ。あ持ってないな。どっちから行くのが早かったっけ。じゃあここ戻れたよな、戻れたよな。はい、あそこ一周すんのにちょっとめんどくさかったような気がする。もう一回ロッカールーム行くの、こう痛いような気がするしな。こっからどっちにしろ降りてくるから、ここ出てきたら左に刺さって抜けよう。こっちで右行くんじゃなくてどうやって、こうあんまり覚えてないんだよな。急ぎ足でいつも行ってるから。そうあいつや、あいつ、あいつが半端じゃねえのよ。あこの辺とは全滅させたから多分大丈夫。どっちだっけか、こっちだっけか。あーここだ、ここよ。あじゃあロッカー後にしよう、こっち先行こうか。ここね、そこのハーブ取って速攻この手前のなんかドロ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 、なんか陸的な、ドロドロ陸的なってなんかおかしいけど、ドロドロのなんかその陸地みたいなところに行ってやり過ごそう。本当だよ。でこうなんか生まれるけど知らない顔してこっち行くと、この先いんのね。しかもこの奥何もなかったよな。よし気合で行くで。でわー出てくる、はいわー出てきて。あれ出てこない、あここだ、左失礼しまーす。そしてあーって言ってるけどこのまま抜けていくと、こいつがやべえよな。こっち回りやめて。はいナイフ、ここで1本使うのは全然 OK、 通らせてくれれば。もうやめてって、もう図体でかすぎやろ、汚い、なんか前より汚い、めっちゃ毒。多分それそっち通りたいんよな。ちょっと待てよ、こいつ使っちゃおう。これだってこっち行けないもんな。あなんか出してるな、今はチャンスだな、どけよ。よし、あーなんか出てきたよ。あーっとこれは大丈夫か、もうここマジ嫌、本当に。ただ登れると、防御力上がってるからあんまり食らってない。いいね、カチカチクレア。なんかうまいこと避ける方法ってあんのかね、あそこ。あここ壊してある、ケツアゴが壊したんだなあれ。まあ普通のゾンビに噛まれたぐらいだったらクリアさん関係ないですよ。もうここ来たくないからね、さっさとやろう。ちょっと待って、ここねなんか座布団みたいなのが干されてる、こいつ起きるからな。なんか一発で死ななかった。ここが開いてて、でこのプラグを抜くんだな、抜いて、あれ座布団どこ行った、座布団死んだもん。まあいいか、座布団起きてから考えるか。でこれとこれを組み合わせると、で赤はもう待とう。であここにこれか、ここにクイーンプラグ、これだ。あれこいつ、あこいつは死んだのか今。でここにキングをはめると、あそこのなんか特殊銃みたいなの取れる、なんだあれ、近未来的な武器、ここに繋がってんだよな。あーでこっち降りんのか、降りた先になんか動いたような気すんだよな。これのちょアイテムない、赤があるわ。ちょっと待って、今いるのはここだから、ここにアイテムないならいいや。
で、こう閉まると、下のやつが動き出すと。ほらね。わかってるんすよ。こっち登ってきてくんないかな。いや、いける。クリア、今はチャンス。ダメか出待ちじゃねえか。毎回食らってそう、ここ。前も食らったよな。物量で押す。やっぱこう、あれが遅い。縮まるのが遅い。ただここで回復使うのもったいねえからな。でここ開けると、ここをキングと、で新武器ゲット。これなんだこの武器。スパークショット。ターゲットに電極を刺して連続的に放電する。放電は右クリックを押し続ける限り継続され、ああ、ほうほう。弾をやめると中断されると。あ、そんな武器があんだ。でもなんか、申し訳ないけど強そうに感じないんだけど。それよりロケットランチャーとか持ってないですか？なんかこう、ウェーイってしてる。楽しそう。空飛んでそう。あ、で、ここ開けるんだっけか。あれ？あれ違ったっけ？ちょっと待って。頭がお猿さんになってる。あ、ん？これ取って、そこはめるんだっけか。あ、ちょっと待って。赤色取り逃してない。赤色あっちか。で、ここにはめるんだ。クイーンを、違う。ん？クイーンこれか。クイーンをはめて、で、で、これはめて、で、またぐるって一周していくんだな。そういや、そうだったわ。え？これを取るんじゃなかったっけ？で、戻って、これを回収するんじゃなかったか？ああ、そうだね。いいね、いいね。覚えてるね。これで OK。で、戻った先に赤色が、こっそり置いてあると。気づかないだろ、こんな。これを組み合わせて、で道中一発もらってから使おう。これでプラグ全部揃い、完璧。いい流れよ。もう何もないと。帰る途中に一匹だけ出てきたんだよな、確か。あ、ちょ、お前かよ。ちょっとなんすか、もう。俺前も食らったような気がする。あ、ちょっと待て。はい。いやー、マジか。ここで使っちゃうか。あいつ登ってこれるんだ、このおっさん。意を消していくか。これ意外とスパークが食らったり。あ、でも水の中だから俺も食らうんじゃね、これ。大丈夫か。はい、ドロドロマンが動き出す。あ、そんなの関係ない。じゃあな。もうマジで左回り、左回りのクレア。どんぐらい食らった？あ、ファインだ、全然 OK。 もうここに来ることねえからな。じゃあな。本当に嫌ね。なんでだよ、その抱え込みずるくない？どんどんハーブ使ってやるからな。いくらでもあるからな、そんなゲロ吐いたかって。クリアはハーブで全てを回復する女よ。はい、どいて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 。図体だけがでかい人。じゃあな。さあ、毒状態にもなってない。あとは戻るだけか。こっちは行き止まりだったな。てか、このなんか、マジ近未来的な武器強えのかな。使ってみたいのは山々なんだけど。いや、なんでだよ！またかよ。こんなん出てきたっけ、ここ。あと一発で死ぬが。あ、でも弾使いたくねえな。やばい、クレアもう死にかけなんだが。存分にハーブを使えということか。こんなに被弾するの珍しいんだけど、マジで。あれ、こんなんだったっけ。完全に忘れなさってるね。でこのプラグ開けて、お父さんとウィリアムと戦う前に、
あのロッカー回収したいんだけど、ビデオレター見るか。さっきビデオレター変わんねえよな多分内容。あ、ニードルカートリッジってこれか。でこいつがもういらない、弾がない。で電子部品取り出してビデオレターも見ると、でこいつ取り出して救急スプレー持ってくか。これだとどっちにしろ今一回使うだろ。まあなんか余りそうだな今回も。ハーブどっちにしろ。あ、グレポも持ってかなきゃな。でこれと、あとはニードルカートリッジ持ってくか。とりあえずビデオレター見よう。なんつってくれんのかな。あ、一緒だ一緒前と。これバリーンしてウィリアムがこんにちはしてくるとこだ。ワンパンよ。でこの空気感染するよって流れだ。というのを見たんだ。見るんじゃなかった。本当だよ、ガス荒いからいいけど。 SLS 強化弾、いやこれ後だな。あの研究所アダムで使いたい。とりあえず200発 SMG 持てるもん持ってこう。あのウィリアム結構強っ。あ、いやでもいらないか。ここそんな強くなかったな、そういや。これ待て、これはあれだ、特殊武器を置いてって、これもう後々使おう。でグレポンでなんとかしよう。で遅延かまして、ウィリアムをあのなんかコンテナにぶち当てると。これだな。でこいついらない。ハンドガン持ってくし、あれプラグってこんだけだっけ。3つだけだっけ。なんかまだあったような気がするんだけど、なんか俺置いてきてない。123、ああでいいのか。ちょっと待って、でもさ、あ、ちょっと一回クリアさん早くしようか。でセーブして、あのあれ取りに行こう。あそこのロッカーの中に入ってる何かを取りに行こう。ああ、これ上行かなきゃいけないんだもんな。まあドロドロゾーンはもう行かなくていいから、どっち行くんだっけか。あっち行き止まりだもんな。もう一回上に上がってこなきゃいけなくなる。あ、結局ここもう一回来るんだ。 SMG 使うか、この野郎。クリア、お怒りだよ。 SMG ならしっかり頭狙ってくからな。まあ、フルアーマークリアだから誰でも来い敵。あれ、結局これってこっちだっけか。別ルートあったよな。ここじゃない。あ、こっちか。これで、どう行くんだっけ？上か。こっち行ったような気がする。いや、こっち行きたくねえな。失礼します。できそうじゃない？はい。勝手にやっとけ。OK。これでいいだろ。来たわ。中でもうタバコ吸ってんじゃない、エイダが。これワンチャンあれだな、蘇ってる可能性ないか。嫌だぞ、さっきみたいに出待ちおじさんいないね。でここのロッカーが、待てよ、なんだっけか。あ、これ誰かの写真。下水道でジャズフェスティバル SZF OK。SZF と。これなんだっけ？あ、SMG の弾か。OK。これで、ここの取り逃しはもうないんじゃないか？下水道。もう取ったよな。あとプラグ差し込んで。うわ、なんかあるわ。ちょっと待って。これ、強えやつじゃん。マジか。変なとこ取り逃しちゃった。
あそこ行くわ。やっと取れるぜ。これ取って回収して、クレアを打ち返る。これは取り逃しちゃいかんでしょ。こっち見んなよ。じゃあな。あ、勇ましくなってきたな、クレアも。どんだけこれを取ることに苦労したか。なんかバイオセブンだったらすげえ、なんていうのかな、その地理把握が簡単にできるんだけどな。これはちょっと広いから。いやいや、そんな声出したって相手にしないですよ。オッケー、よーし、これでやっとウィリアムと戦えるぞ。まだあのおっさん復活してねえかな。こっち行って、ここウォータースライダーだから正面行って左か。これはさすがに覚えてる。で、こうと。さあ、これで適当に並べて、ついに決戦と。一応もう武器的なのは何もないと思うんだけどな。新武器的な。これ最後だったはず。で、特殊弾はもったいないから入れとくと。あれ、これまだ使うとこあったか。まあいいか、持っとくか。あとは、まあ、これ使うからいいとして、硫酸弾とか持っていくか。意外とねえな。消炎弾ぐらいしか。で、並べちゃおうか。これが長いんだよな。たな、無言になってた。黙々とやってた今。頑張って、ほんとだよ。よーし、来た、やっとだよ。ちょっと待って、いらねえやつは後々どっかで使うだろう。これでなんとかなるんじゃねえか。壁ぶち当てていけばなんとかなるだろう。壁っていうか、あそこなんだっけ、コンテナ。まあ、いかに足止めできるかだな。ちゃんとリロードしていこう。あれ、こんなあったっけ。救急スプレーあるからそんないらないんだけど。あ、でもすぐ宿直室があるから出て。あ、ここは開かないんだよ。はい、電気来てない。電源が落ちてる。で、ウィリアムの悪質な上から攻撃来るからね。もうグレラン持っておこうかな。グリーンだけがないんだっけこれ。そういや。あー、出たよ。また脳トレだ。適当。どうやってやんだっけこれ。近い。違うな。こいつがいらねえのか。はい、完璧。で、こっから悪質な攻撃よ。上からドーン。はい。これ微妙にうぜんだよな、この攻撃。燃えてくるから、ここに誘導するようにして、ウィリアム・バーンが来るからな。おい。で、こっち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 。ここを壊せ、ここをさっさと。危ない。
ここよ、ここ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 、ウィリアム、ウィリアム、ここまだか、ウィリアム、ここ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 、あー痛いよ、ここどう避けていいかよくわかんねえな、ここここ、そう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 、ナイス、はい、もう一発、はい、今度開ける、はい、お疲れ様でーす。本当だよ、まあそう簡単に死ぬような体つきでもないけどね。でさっさとここ降りて、まあ下にいっぱいアイテムあんだけど、それを回収するより先にこのコンテナを動かすと、はい、あーお前避けたな、反省的な攻撃、痛い、あ、一発一発リロードから投げな、やめて、やめて、そのとどめの一撃みたいなやめて、結構痛えな、強ない、これなんかあんまり効かねえな、痛い、待て、これこっちの方が良くねえか、あっ、あいつふざけたやつだな、これ押して、はい、して、いやこれ当たんねえわ、超近距離攻撃、これ掴むからこれ取って、はい、こっち来ねえからな、あいつなかなかに、危ない、いや、そう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 、オッケー、燃えといて、もう一発いっとくか、いいね、そういうことよ、でもう一回やってる時に爆発させて、はい戻って、あ、これ無限にはめれるんじゃない、はい、ウィリアムさん、もう一発いっとこうか、なんでだ、こっち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 よ、あなた遊んでる場合じゃないんだよ、早く来て、ウィリアムさん、ウィリアムさん、尺尺尺、こんぐらいから撃って飛んでくるだろ、いや痛いよ、じゃあウィリアムさん、でもそこ微妙に当たって、ハメだろハメ、俺の島じゃ脳幹だからそれで、救急使って、で、こっち飛ばして、早く来て、あ、リロードしてなかった、なんなんすかもう、変な顔して、で、これを起動させると、もういいんじゃないですか、遅いよ、もう一発勝ち込んでいくか、これで終わりのはず、はいはい、あ、まだ行くか、終わりじゃなかったっけこれで、はい滑ってドーン、頑張れお父さん、ダメなんだな、でまだあとでスーパーお父さんになるからな、さ、ここでナイフと、ごめんなシェリー、まお父さんについては一切言及しないのウケるな、こういったアイテムなんかまだあったような気がする、あったあったあった、なんかここがこの裏か、あれ取り逃した、あ、これだ、
なんでこんなとこにサブマシンガンの弾があるんですかね。よし、これで取り逃しないね。よし、行こうか。一番最初不意にお父さんの嫌がらせ食らっちゃったよ。思ったより弾使わなかったな。で、ここで緑ハーブと、で、これとこれを組み合わせてまた最強のハーブが出来上がり。これってどこに繋がるんだっけ。あー、あと焼却炉か。そうね。はい、と。ママはここよ。何言ってんの。急にママ出現するの何。あー、そうか、なんかウィリアムのなんかウイルスが入っちゃったのか。辛そう。お、やばいやばい、左目。何をしてるの。助けに来た。ママ何も言えねえじゃん。感染してる。もう救えないのよ。わかんねえだろまだ。母親でしょ。こっちに来なさい。あなたにはわからないわ。あ、だからここに隔離したのか。私が止めないと。これ以上話しても無駄ね。待って。もしかしたら治療できるかもしれない。研究所で。そう遠くないわ。ママ。左目やばくない、マジで。どうやって治すのこれ。時間がないの。大勢の命がかかってる。シェリー。でもどうやって治すんだ。お会いしてるわ。なんか抗体があるなんてあったっけ。さようなら。さようなら？どういうこと？冗談じゃないわ。大丈夫よ。私が助けてあげるから。どうして助けてくれるの？ほっとけないでしょ。優しい。ありがとう。ああ、で、あれか。下のところは、下のところっていうか、あのケーブルカーみたいなところは、あれだ、持ってんだ、シェリーが。アネットは研究所は近くにある。待って、あのケーブルか。そう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 。で、ちょっと待ってね。あ、回されないんだ。ケーブルカーどっちだっけ。こっちだよな。こう行って、こう、ゾンビがいた場合どうすんだろうね。強制的にそこのゾンビ死ぬことになるのかな。ここでゾンビの攻撃食らったら終わりでしょ。シェリー重たいね、ちょっと。よし、ケーブルカーよ。エイダが中で待ってんじゃない。よう。そうそうそう、これがあるからね。中にいたりして誰か。いない？いないか。よし、じゃあ。シェリー。もうちょっと頑張って。邪眼に目覚めてる。え、でもどうやって救うんだろうな、マジで。もう戻れないかも。忘れ物ないかな。忘れ物ないよ、もう一周してきたもんだって。試合後が地下室、地下室違う、研究所。結構でも弾も余り気味だぞ。こちらはネスト直通です。到着までしばらくお待ちください。あー、びっくりした。クレアが寝てんのかと思った今。シェリーどかしてびっくりしたわ今。ね、大丈夫。大丈夫じゃねえよな。そう、下水臭いけど。兄にもらったの。幸運のお守りよ。あ、兄ちゃんからもらったんだこれ。下水臭いけど。クレアがいなかったら私。何言ってるの。シェリーは一人でちゃんとやってた。私があなたを巻き込んじゃった。これお母さん今回も悲しい出来事になっちゃうのかな。あなたのでしょ。もういらない。これママからもらったやつとかじゃないの。可愛いのに
シェリーって書いてある。ママにもらった。ウロボロスじゃん。やっぱこれ鋼の錬金術師じゃん。一緒にいてくれればそれでよかったのに。いやこれあれじゃない、仲良くなってシェリー死ぬパターンじゃないの？ママは仕事が忙しいみたいだけど。ねシェリーしっかり。ん？右目も？もう少し頑張って。まもなくネストに到着します。ちょっと今回はあれか？クソ強タイラント出てこないパターンなんのかな？だって前はウイルスを取って逃げるみたいな感じだったけど、これどうすんだろうね今回。今後ろにアイテムあるんじゃないとかこの中でちょっと思っちゃった。そうか、シェリーがいないと中入れねえんだな。必ず直すわ。頑張ってシェリー。さあこう自動で開くと、あのおばちゃんが導いてくれるのかな、母ちゃんが。壁が完全に解放されるまでしばらくお待ちください。待てないクレア。壁が完全に解放されるまでしばらくお待ちください。待てないクレア。壁が完全に解放されるはい。この状態で探索すんの？これ寝かせんじゃない？そうね。よし。じゃあここ。ここで。さてどうする？なんかあんのかな？何か手がかりはないの？抗ウイルス剤。あんの？これだ。これを探せばいい。でここに帰ってくるって感じか。ねえシェリー行ってくるわ。ここで待っててくれる？これはもらってくわね。すぐ戻るから約束する。しゃ手に入れたぞ。いいもん。びっくりした。まびくのかと思ったらすぐ銃出すから。ネスト職員への緊急指示、抗ウイルスはデビルの確保を最優先とせよ。あるんだ。なんで抗ウイルス剤のようにデビルなんだろうね。お、いいもんじゃねえか。まあ、とりあえずアイテム整理だな。あ、ウェインリーさん久しぶりですね。